こんにちは。福田音楽教室ピアノ講師の福田理恵です。今回は春が来た、こちらの曲を皆さんと一緒に簡単伴奏で弾いてみたいと思います。それでは全体を見てみましょう。右手のメロディー、今回は指の番号がとても重要です。指の番号を言いながら弾きますので注意して見てくださいね。まず歌い始めからソーミファソーラのところですね。ソに3番を持ってきてください。ソーミファソーラのところを3、1、2、3、4、3、1、2、3、5までいいですか。次ラソミドということで、ここが指開きが入っていますよ。4、3、2、1、2ですね。そしてこの2番をそのままソに持っていきます。2、3、2、1、2。そしてドに今度は4番です。4、5、4、2、4で、ソーミーレのところですね。ここですよ。1、5、4、1、3。もう一回通していきましょう。まず3番のソからスタートです。3、1、2、3、4、3、1、2、3、5、4、3、2、1、2。ソに2番、2、3、2、1、2、4、5、4、2、4、1、5、4、1、3。次に左手の伴奏です。使うコードは今回3つです。今回3コード C ですね。弾き方はドと、はじめにドとこう伸ばします。ドそしてミソというのを3回弾きます。ドミソミソミソとミソ刻みです。ですね、タンタタタタンのところですね。ドミソ、そして F です。 F はドファラですけれども、これもドを弾いたままでファとラを3回刻んでください。ドファラファラファラと。そして G7 は C を伸ばしまして、ファソで刻みます。 C ファソファソファソと、こんな形ですね。では曲に行ってみます。歌い出しのところからまず弾いていきますね。はじめは C ということはドミソミソミソ、これですね。タンタタタタタンタタタタタンタンタタタですね。そしてタタタタタ F ですね。ドファラタンタタタタ。そしてここがタタタと2個ずつ使います。ドを伸ばしてるんですけど、ミソは1回です。ドミソシファ
ファソと一つずつですね、ドミソシファソと弾いた後にドコモドミソジャンとドを伸ばしてミソと弾いて、最後はドミソジャンと弾いてください。ドミソです。前奏はここのところからですね、ここまでの4小節を前奏として弾きます。ではいきます。タンタタタンタンタタタタタンシート G7 タタドミソでタラララタタ2 3 4、タタタタタ F です。タタ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 、それでは最後にゆっくり両手で弾いてみます。皆さんいかがだったでしょうか。今回は右手のメロディーは指使いがとても重要でした。左手の伴奏は小指がですねベースの音を伸ばしますので、そこのところを注意して、まあ、伸ばせない人は切れてもいいんですけれども、伸ばして弾くことによってコードの音が豊かに響きますのでいいかと思います。それと曲の間のところにですねブリッジと呼ばれるところをこう弾いたらどうかなっていうところがありますので、ちょっとご紹介します。ここのソファミレのところですね、このソファミレと入れることで曲の方がぐっと引き締まりますので、今回はドというアレンジをしてみましたが、一般的にあるものですがドソミソドソミソとすると春の日差しのような感じの柔らかい感じが出ます。アレンジがありますので、試してみてください。最後になりましたが、チャンネル登録よろしくね。じゃあねー。